どうも皆さん、こんにちは。ひとりあいかたです。この撮影はね、2020年の2月に撮っているんですけど、先月ですね、1月24日に、あの、政府のね、地震調査委員会の報告っていうのがあったんですよ。皆さんご存知でしょうかテレビでもね、ちょっと取り上げられて、まあびっくりしたんで、僕も今ちょっと取り上げてるところなんですけど、内容はですね、あの、南海トラフ沿いの地域が今後30年以内に 高ささ3メートル以上のの津波がが来る確率というものが、ね、公表されたんですよでそれがなんとね26%っていう数値ででその時あのテレビに出てた人がね交通事故で怪我する確率よりもね高いと思って、まあ、事前に備えをしてくださいっていう内容やったんですよあのテレビをご覧になられた方は僕と同じようにちょっとびっくりされたと思うんですよね26%交通事故に遭う確率より高いってね まあ、僕もあの高校生の時に阪神・淡路大震災を経験してで、まあ、その辛さっていうのもよく知っているんですけどもやっぱり時が経つとだんだんねその警戒意識というか危機管理の意識が、ね、薄くなってきているので、まあ、自分のためにもと思ってねこういう動画を撮っています。で実際にねあの災害が起きた時って、まあ、できることってそんなにたくさんないと思うんですよ。なのでよく備えをしてくださいって言われるじゃないですか。 でも実際のところまあこういう平常時に、まあ、何を自分はしたらいいのかっていうので少し本を調べてたんですよ。そしたらいい本に巡り合えてですねこれですね「都市型災害を生き延びるサバイバルプラン」っていう本なんですけども、まあ、この本の中で特にその、まあ、都市圏にね住んでいる人たちはあの、まあ、実際にそういう地震とかが原因してね都市機能がしなくなった時に あの、まあ、いわゆる都市っていうのはもう砂漠に似た状態だって書いてあったんですよ。うん、いろんなものを調達するのに、あの、まあ、自然に恵まれた環境の中でサバイバルを強いられるのと、まあ、全然状況は違うっていうんですよね。その来たる災害に備えて、平常時からね、まあ、備えを固める上で役立つ考え方を今日はね、この本から3つご紹介したいと思っています。まず1つ目なんですけども、それは、 そういう災害が起きて、まあ、自分の身にもしくは自分の家族のように危機が及びそうだっていう瞬間にはね、あのサバイバルの基本として、ストップせよっていう考え方があるんですよ。ストップですね。これはそれぞれあの英語のね頭文字を取ったものなんですけども、まあ、順番に上げていくと、S はストップ、そして T は think、O は observe、P は plan っていう順番になっています。でそれぞれちょっとか考えていきますと、 S, S は、まあ、ストップですよね。まず、あの、パニックにならず、じっとしましょうっていうことなんですよ。まず、体をね、落ち着かせるっていうこと。そして、T は、シンク、考えるですね。ちょ、そういう災害に見舞われた時っていうのは、まあ、体もパニックを起こしますけど、頭もやっぱりね、混乱するわけですよ。で、それをもう自分で、落ち着け、落ち着けって、まずね、あの、落ち着かせると。そして、心身が落ち着いた状態で、 王のオブザーブ観察するっていうことなんですよ。今置かれている状況を観察したり把握したりします。その危機器を回避するために集めないといけない情報っていうのはたくさんありますよね。だから、あの、まあ、この本で言われてたのはワイドアングルビジョンとトンネルビジョン。<laughs> まあ、難しい言葉で使われてましたけど、わかりやすく例えると、ちょうどあの車の運転をしている時のような状態で、あのものを観察するようにって進められてました。 運転しているときって、まあ、いろんなリスクを、ね、いち早く見つけて、それを避けるためのようなために、あの、観察しながら、まあ、無意識じゃないですけど、意識して運転してますよね。うん。ただ、行き先だけを見てるだけじゃなくて、全体を見たり、もしくは何かが動いたら、そっちにパッとこうね、反応したりとかね。そういうふうにしていますよね。機器を回避するときも、そのような感じで、あの、観察しましょう。 そして最後 P、プランですね。はい。そういうリスクを洗いざらい出した上で、で、それに合った計画を立てましょうということです。で、ここで威力を発揮するのが事前準備なんですよね。しっかりとしたシナリオ回避するためのリスクをちゃんと洗い出して見つけ出してたら、それをイメージできるだけの素材が集まっているほど行動が映しやすくなるということです。そういうことで、まあ、ストップっていう考えね。 まあ幸い壊して日常生活を送っている時はこの S と T ですねストップとシンクはまあ省いてあの O と P ね観察して行動するっていう訓練を養うことはできますから、まあ、日頃からですね自分の例えば住んでいる住まいの中で地震が起きた時にどんな危険があるかなって考えておくといいなと思いましたそして次に2番目の考え方なんですけど あの、命を守るためのご要素っていうものがあるんですよ。皆さんご存知ですか自分の命が緊急時にね、それを回避するために守らないといけないという要素は5つあるって言われてます。まあ、パッと思いつくのはまあ、水と食料かなって感じるんですけども、まあ、それも入ってるんですけども、まあ、大事な順番に上げていくと、そうじゃなくて、まあ、その本に書いてあったのは、まず空気でしょそして次、シェルター。 でこれは体温維持するために囲いを作るって、ね、体温が逃げないようにするためのもの。ですよであの、まあ、命を維持するために限られた時間というのが大切な順に挙げられてますけども分、まあ、かりやすくあの3という数字で、ね、挙げられてますけどもまあ空気は分かりますよね確かに。まあ、火事ななんんかか起きた時なんかはね その酸素を取り込めなかった一酸化炭素中毒なんかでね、残念ながら命を落としてしまう人もいますよね。これ3分。で、次、シェルター3時間って書いてますよね。これ、どういうことかっていうと、あの、まあそういう災害が起きてサバイバルな状況に身を置かれてしまうと、あの、最も多い死因がね、なんと圧倒的に多いのは、あの、投資なんだそうなんですよ。投資。まあ、投資って聞くとなんか氷漬けでね、 かじんコじん固まって死んでしまうんじゃないかってそんなことをイメージしますけど実はそうじゃなくてあの低体温症によるそれが原因で凍死になってしまうっていうケースが多いみたいですあの低体温症っていうのはあの内臓がねもう冷えてしまって機能が低下してしまってあの多臓器不全というものを起こしてで凍死につながっていくそうなんですよね例えばあのもう汗びっしょりになって体が濡れてしまって 温める要素がないままとか、プールに長い時間使っていた海で泳いでいたとかね、体温が冷やされっぱなしになってしまうと、やっぱり同じようなことが起きてしまうんですよ。で、それが、ここではもう3時間、およそ3時間って書いてあったんですよね。まあ意外ですけども、人間って温めるものがないとこういう時間でね、死んでしまうケースがあるということです。で、次、水ですね。3日。72時間って、救助がで入って、 人命救助できる時間のリミットが72時間というのはここから来ていますよね。はい、で火、まあ。暖を取ったり料理をしたりそういうのあったかいものを見ると心もね癒されたりするのでねでそういうもので火。で最後になんと食料なんですよ食料は3週間人間って意外なものでいろんなとこにね脂肪を蓄えてるからあの、まあ、そういった緊急時の時は身を削ってね まさに見送って3週実はできるそうです必要なものってパッと思い出さないといけない時に水食料じゃなくてこの5つの要素が順番に挙げられてるっていうのを考えて覚えておくとね緊急時に役立つと思いますね。なのであの2番目に挙げてて、まあ、僕もこれあの意外だなと思って知らなかったんですけどシェルターって挙げられてましたからあの、まあ、パッとねその逃げないといけないっていう状況の中で荷物の中に入れるものに。 あの、タープなんか入れてるといいかなと思ったんですよ。うん。まあ、ブルーシートだとやっぱり大きいものになると、あの、あ、ていうの、かさばって厚ぼたくなって荷物になりますからね。もう今やったらその、何ていうのかな、大きいものでも、防水で薄手のタープってすぐ手に入りますから。まあ、関連する商品などは下の概要欄に、あの、リンク貼ってますので、興味ある方は見てください。そして最後、三つ目なんですけど、もうこれも大事でね、あの、 得るよりも守るを優先してくださいとか教えていました。はい。まあこれもそうだなと思ったんですよ。そういうサバイバルな状況に置かれた時に、あの、得るために失うものもあるんですよね。例えば食料調達するにしても、体温維持するにしても、あの、まあ労力を払うわけですよ。僕ら人間何もしなくても基礎代謝って言って、あの、カロリーって失われていくわけですよね。はい。で、 体温だってさっき言ったようにそのなんか、まあ、例えばをを取るたために火起こしをしたいって。だけど汗まみれになってね火起こし頑張ったけど失敗しましたそしたら、ね、体中が濡れてしまって体温が冷えてしまいましたこういうことになってしまうとあのさっき言ったその命を守るご要素の中でね言いましたけど低体温症を引き起こす危険が出てくるわけですよね。だから、 あの得るために何かするよりも。あの。まあ、実際に救助が入るまで。待った方がいいという選択をする方が正しい。というケースもあります。得るよりも守る。それを。投じて。得るものと。失うものと、こうね。換算して。動かないといけないなっていうのをね。すごく、この考えから気づかされました。今回は都市型災害を生き延びるサバイバルプランという本からね。 三つのその災害時に役立つ考え方をご紹介しました。ストップと、命の五要素と、そして得るよりも守るっていうね、この考え方ですね。日頃から、あの、まあ、訓練するという意味で、自分の中でね、あの、日常生活でこれを取り入れて考えるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。まあ、先ほどの言いました通り、まあ、神戸の地震を経験して、もうね、二十何年経ちましたけど、やっぱり、 意識が薄れがちになっていますよね。まあ、僕、あの、まあ、近頃では、まあ、水の備蓄とか考えて少しずつね、買い物した水田リュックに入れて運ぶようにしてます。皆さんも、あの、この機会に、あの、災害に備えてね、今日お伝えした3つの考え方など、ぜひお役立てください。まあ、本の詳細も含めて、あの、情報はね、下の概要欄に書いてますから、また見てくださいね。はい。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。